で、もうね、崩しちゃう、こうやって。あのね、これね、ちょっとね、白身と卵黄が分離してんのよ。パカママ、リュウジママよ。今日はね、ママに作ってもらえた料理ランキング第8位。パスタ。まあ、パスタはね、いろいろあるじゃない。パスタって今、広い意味で言ったから8位ぐらいかなと思ったんだけども。今回はね、これを使っていくわよ。案件来たわよ。ママにも。コレうまつゆ。前にもやってるけどね。コレうまつゆっていうのは、初めてコレうまつゆ、見るなっていう人もいると思うけど、麺つゆと白だしのいいとこ取り。香りが豊かで、甘みもあり、だしの味が、おだしの味が濃い。何に使っても美味しくなる魔法の調味料なのよ。ママね、結構ね、まかないとか、簡単に料理するときはコレうまつゆすごくよく使うの。今回作りたいのは、ペペ玉。ペペ玉パスタ。ペペ玉っていうのはもともと福岡のね、パスタ屋さんで開発されたものなんだけども、これがね、ものすごいでしょ。前もママペペ玉出してるんだけど、前ママが出したペペ玉はどちらかというと、カルボナーラに近かったの。今回はちょっと本家のパスタのソースを見習って、前のペペ玉っていうのは卵は半熟でトロトロだったのね。それもすごく美味しいんだけど、今回のはね、卵が固まって具材みたいになってる状態。これね、もともと出しているところのレストランがそういう風に作ってるんだけども、半熟にするのってカルボナーラ寄りなのね。今回はちょっとペペ玉寄りの本当に美味しいペペ玉を作ろうと思って、緊急で動画回して。一番、それに、お出汁何が合うかいろいろ試行錯誤したのね、ママね。何回も作り直した。鰹節と味の素っていうお出汁の原型みたいなものも全て作った上で、何が一番美味しかったか、これうまつゆなの。これまずは程よい甘みがあって、出汁の味が濃くて香りも強い。だからこの和風の、卵のパスタにすごく合うっていうのが、もうこれ発見だったね。食べた瞬間カッと目が開いたわよ。ということでね、今回はこれまずのお出汁のうまみを最大限で活用したペペ玉作っていっちゃうよ。リュウジのバズレシピ。材料は、パスタ、1.6mm で、今回はなんと別茹で。いつも、フライパンでやってたでしょ。今回は、ね、別茹でなの。なんでかっていうと、別茹では別茹での美味しさがあるから。別茹でじゃないとね、結構ね、ソースがね、トロトロしちゃうのね。で、ママの今回作りたい、ペペ玉っていうのは、ちょっと、水分量の多いソースのペペ玉だ、ペペ玉だから、別鍋でやるのと一つの、もうワンパンでやるのと味が全然違った。そして、ニンニクが 15g ね。大玉使います。ちっちゃい、ニンニクであれば、2、3個使ってちょうだい。今回はね、ニンニクの代わりを結構乗せていく。で、卵は2つたっぷり使います。ぐらいね、ないとね、具材感がなくなっちゃうんで。コンソメね、高菜爪。はい、唐辛子使います。はい。そして、一番大事なのが、これうまっつゆ。知らない人に言っとくと、万能つゆね。これに、お湯を溶かすだけですごく美味しいスープになるから、ちょっと試してみてちょうだい。で、何に使っても、肉じゃが作ってもいいし、何使ってもいい、そういう、最高に美味しい調味料。ママはね、最初ね、結構白だしの方を使ってたんだけど、これもつうのがね、甘みがあってね、だしの味が濃いから、そっから、これもつ変えてます。ママの案件動画は一番気合が入ってる。なぜかといったら、金もらってるから。金もらってるから、ちゃんと仕事はすんのよ。このために、特別に考えてきた最高のメニューだから。じゃあ、最高の美味しいコレうまつゆレシピ、いくよ！ということで、コレうまつゆを作る上で何が重要か、ママのコレうまつゆを作ることが大事だと思います。じゃあ、ママのコレうまつゆ作っていこうよ。企業案件でも全く忖度しない、これがない！いっぱい入れば、ここまで入れば大吉、入らなければ大凶、いきます。演技が悪いからね、大凶になったら。いくわよ。いやー大凶！山里さんすいませんです。でもね、大丈夫。これを見ているね、視聴者の皆さんと山里さんは大吉。なぜなら、ペペ玉を使って最高の卵のね、ペペ玉。これをね、ママが作っていくからよ。そうすれば視聴者のみんなは食べて美味しい。そして山里さんは、コレうまつゆが売れて、嬉しい。だから大吉。最強なのは、ママだけよ。まずは、この、ウイスキーを、ワンプッシュ半。そして、ここに、炭酸。ママの、これうまつゆ。できたわよ。じゃあ、飲んでいこうよ。乾杯！
これうまママにこれうまつゆが、注入されたところでやっていきたいと思います。まずニンニクね、まあね、まあニンニク 10g から 15g でいいから、まあこれはね、どれぐらいのニンニク缶にしたいかっていうのもよるんだけど、ママはね、ニンニク大好きだからね、まあ通常の人はね、10g ぐらいからでもいいかな、ね、10g から 15g ぐらいでいいかもしれないね。はい、これでまあ大体 15g ぐらい、あ、お酒でこう叩くと、香りが出やすくなるね。で、これを刻んでいく。ベーコンは、まあ、こんな感じで、こんな感じで切っちゃう。ちなみに本家はね、ベーコン入ってないんだけど、あのまま入れた方が美味しいと思ったから。切る具材はこれだけなのよ。いいかしら。じゃあここにオリーブオイルを大さじ1杯入れるわよ。まあ大体これぐらいかしらね。で、ニンニクとベーコンは全然同時で構わない。先にね、ニンニク入れちゃうとベーコンが、炒まる前に焦げちゃうし、先にベーコン入れて、まあ先にベーコン入れてもいいけどね、ニンニクが焦げないようにすればいいから、まあでも同時で大丈夫。今回1人前だけども、2人前にする場合は単純に倍量してちょうだいね。で、今回ワンパンじゃなくて別湯で、ここで、ちゃんとニンニクを炒めて香りを出していく。これが重要よ。この時点では、唐辛子は入れない。なんでかって言ったら、この時点で唐辛子入れると焦げちゃうのよ。英語さん、大丈夫ですか？いつもショートをね、近くから撮ってもらってるから。炒めるときはね、ちょっとね、弱い火でやった方がいいわね。市販のベーコンってね、燻製液みたいなのにつけてんのよ。だから、このお肉自体が水分を結構持ってるから、だから跳ねちゃったりするからね。カリッといい香りがしてきたわね。カリッといい香りがしてくるのよ、これ。そしたら鷹の爪を入れちゃう。辛さどれだけ大丈夫かによるけど、まあ一つまみぐらい、これぐらい入れる。こっからはね、軽く、混ぜて、少し炒めると、あまり炒めすぎるとね、あの唐辛子辛くなって苦くなっちゃうんだね。そしたらね、もうこれはね置いといて大丈夫。そして今度は、パスタの茹でに行くわよ。今鍋で、お湯を沸かしてるから質問コーナー行こうかしら。 X から塩分量を大事にされていますが、うん、醤油は何を、過去どれくらいの塩分量のものを使っていますか？また、うん、薄口や濃い口などは塩分量に合わせて量を調節するので良いのでしょうか？だし醤油とかいろいろありますが、使い分けなどありますか？とのことです。山佐さんの案件だからそういう質問を選んだの。それママがね、あの使ってんのはね、山佐の丸大豆醤油なの。別に案件とかじゃないよ、これやってって言われてないからね。普通醤油も使ったりもするんだけど、大さじ1杯あたり 2.4g の山佐の丸大豆醤油、ママはよく使ってるわね。基本的にね、醤油山佐さんのしか買わないの。お醤油でも味がちょっと違うから、統一した方が、味がブレないなと思って、ママ山佐さんの醤油使ってるのね。醤油の種類っていうのはいろいろあって、まあ、薄口醤油とかだし醤油とかもあるけど、ママが使ってるのはお醤油だけね。基本的に丸大豆醤油ぐらいしか使ってないわね。だし醤油使う場合はこれに味の素を入れたも入れるのよ、ママのだし醤油って深い味わいが出てくるからね。これからだし醤油使うかもしれないんだけど、それはまた別のお話でね。薄口醤油とかもあるんだけど、もちろん、ただあれはね、家庭に置いてないし、スーパーでも取り扱いそんなにいっぱいないから、だからママは今んとこ使わないでおいて。なんで使い分けとしては、山さん丸大豆使ってます。他のお醤油使ってないです。使う場合っていうのは、もしかしたらね、たまり醤油とかはね、使うとね、黒いチャーハンとかがね、作れたりするから、もう使う時もあるかもしれないけど、基本的に使い分けっていうのはしなくて、あくまでこの丸大豆醤油に味の素を入れて、だし醤油にしたり、オイスターソースと合わせてちょっとたまり醤油の代わりにしたりっていう風なものを結構やってます。質問ありがとうございます。 PR になっちゃった。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、まあ、こっちはね、ちょっと後で、復活させるんで、ちょっと火から下ろしておいて大丈夫です。はい。そしたら、これね、茹でるときに塩。1リットルに、1リットルの、お湯に、小さじ1半の、まあ、だから塩分濃度的には 1% ぐらいのものをやるんだけども、
まあ、これぐらいかな。何グラムとか測んないと思うから、みんなはパスタ茹でた時測んないでしょ、みんな。味見すんな。味見してスープぐらい、ちょっと濃いめのスープぐらいになったらの味になったら OK。 はい、別茹での良さは、大人数で作りやすいってことね。水分量とかあんまりやんなくていいから、これね、ねじってこうやって沈めて、はいはい、これで全部入りました。これ7分茹でなんだけど、6分茹でてる。あのね、すごい硬い状態でやってちょうだい。そうするとね、あの卵と混ぜている間にちょうどいい硬さになるから。そう、あのね、ワンパンの弱点として、アルデンテになりにくいっていうのがあるのね。だからママがこれをやるのはちょっと、もうせっかくだからちょっと硬めのパスタにするね。6分、もしくはもう6分ちょい前ぐらいでもいい、ちょっと硬めだな、あのコリッとなるなみたいな感じの時に、揚げて、パスタ の, さあのこのソースと合わせた時に、ちゃんとなるように、するっていうのが大事、ね。今ね、4分茹でたものなんですけども、これね、もうね、取り掛かっちゃいます。こいつをよけて、だいたいお玉1杯、だいたい大さじ4ぐらいかな、なの、お水を入れます。で、パスタはね、また別で茹でといてね。でここに今日の主役、これはつゆ、これをね小さじ2杯入れます。で、これはつゆだけでも美味しいんだけど、鶏ガラスープ小さじ半分だけ入れるのよ。そうするとこの鶏ガラの味とこれはつゆの香りが非常にマッチして、まあ、ガラでうまみね、ガツンとしたうまみを作って、これうまつゆで香りを作る。で、弱火にして卵2つ割り入れる。これなのよ、これ卵入ったじゃない。で、もうね、崩しちゃう、こうやって。そうすると白身と卵黄が分離してすっごく美味しくなるの。これもう今6分ぐらいのやつね。はい、こうトングで掴んで、はい、これあの、わかる？あのね、これね、ちょっとね、白身と卵黄が分離してんのよ。店の感じだとこんな感じなの。うわ、最高傑作。鶏ガラの旨味とこれまつの旨味、具になった卵が非常にいい味を出してくる。で、最後にオリーブオイル。はい、こちらでこれうまつゆで作る究極のペペ玉完成。はい、それではできましたので食べてみて、いただきます。前のペペ玉とは全然違う。黄身と卵白のこのコントラストがいいのよ。世界一うまい。あー、トロトロのカルボナーラもすごい美味しかったんだけど、卵を割り入れてソースにするっていう手法が一番合う。茹で汁もたっぷり使ってるからソース感も出るし、最初に炒めたニンニクも香ばしくて美味しい。見た目はちょっと炒り卵っぽくなっちゃうんだけども、食べてみればわかる、これでよかったんだなって。うん、うまい。歴代のペペ玉いろいろ作りました、一番美味しい。あー、食べていただきましょう。乾杯。乾杯。早速いただきます。いただきます。どうぞ。うまっ。卵ふわふわ。硬くないのよ。カルボナーラって失敗するとボソボソするじゃない。はい、ボソボソがないでしょ。ないっす、ないっす、ないっす。あれだけ茹で汁入ってるからよ。今までのペペの玉で一番うまいっすよ、これ。あ、ようねー、うん、これはまた別格。うん、カルボナーラとかってあんなに茹で汁入んないじゃない。うん、であれを普通のカルボナーラを作るときにあれぐらい火を入れちゃうと、もうボッソボソで麺がパラッカラッカラ
食べられたもんじゃないよ、うん、冷めたニンニクとベーコンの香りと私系の香りっていうんですか、うん、これうまつゆの組み合わせ方が最高ですね、うん、これガチで忖度抜きで、うん、今までナンバーワンのペペ玉ですこれ、うん、まあよくやるんだけどね、鶏ガラスープとこれうまつゆ、あ、もうこれうまつゆの方が多いんだけど、これうまつゆが多くて、はい、ちょっとだけ鶏ガラを入れるっていうのを鍋とか即席のうどんとかでやるのよ。うどんすごいっすね、あの組み合わせね、ママね、ちょっと提唱していきたい。今回これうまつゆで作るですね、最高のペペ玉食べたらびっくりするよ。全然パサついてないから、卵がちゃんと具材になってるのにすごく滑らかでふわふわな親子丼的な、パスタね、これうまつゆを使って、うまつゆの香りを感じてほしいということで、ぜひやってみてください。